あの、早紀江さん。はいはい。夜の映画が始まりそうなのね。今日はお客さんも少ないし、早引きしていいわよ。ありがとうございます。この日です。前の週のこの日、私は。行くわよ。言われなくても。たーっ！ふっ！初めて魔法少女の戦いを見た。明美さんは記憶をたどって、あの場所に向かうはず。明美さんたちはいないみたい。あれ？でも、結界の中から声が。この声って。ゆーはっ！ミキさん、どうして一人で戦ってるんですか。しかもあんな。まるで自分から傷つけられに行くみたいに。私、どうしちゃったの。どんどん痛みが遠のいて、私はもっと苦しまなきゃならないはずなのに。さやかちゃん！もういいわ、ミキさん。トモエさんの言う通りだ、ミキさん。一人で魔女退治を続けたんだ。だからソウルジェムがこんなに濁って、あなたを一人で戦わせたりなんかしない。私は、あなたにだって頼られる、一人前の魔法少女になる。明美さん、盗んできた銃器を取り出して。えい！やあ！機械が手慣れていますね。あれから一人で練習をしたに違いありません。よし、これで。やった！今の。あんたがやったの？はい。これならもう、ミキさんの邪魔にはならない。助けなんていらなかった。え？ミキさん。何？マミさん。あなたのソウルジェム、見せてくれるかしら？別に、いいですけど。そんな。濁りがすごい。あなた最近、魔女や使い魔と一人で戦っているわね。あれれ、バレないようにしてたつもりなんだけど、どこのおせっかいが告げ口したんだか。グリーフシードを使いなさい。お断りします。私が倒した魔女じゃないから。そんなこと言わないで、さやかちゃん。このままソウルジェムが濁り続けたら。魔女になるっていうの？マドカは、その転校生の言葉を信じるんだね。うん。そう。マミさんはどう思いますか？本当に、魔法少女が魔女になるって。それは、
私たちを仲間に引き込んでおいて、今さら信じられませんよね。貸してください。な、ちょっと何するの。あ、あけみさん、ミキさんのソウルジェムを。ダメなの。このまま魔法を使い続けたら、あなたは魔女になる。だからもう魔法少女になんてならせない。あー、走る走る。まあミキさんのダッシュは速いですからね。距離を取るのも当然か。お、時間が進み出した。嘘、ミキさんが息をしてない。え、そんな、何が。ホムラちゃん、ホムラちゃん、どこなの。サヤカちゃんが大変なの。あ、今カナメさんの声。サヤカちゃんが倒れちゃって。え、でも私何も。引き返さなきゃ。お、あけみさんが戻ってきた。しかし、さやかちゃん、しっかりしっかりして。ダメ、脈も止まっているわ。でも急にどうして。そんな、急に、なんで。私が変身を邪魔したから。ミキさん、ソウルジェムが戻った途端、ミキさんが生き返った。転校生、私のソウルジェムをよくも。油断も隙もないんだから。あんたのその能力、本当に厄介ね。待って、さやかちゃん。ミキさん、あなた体は大丈夫。え、体って。今さやかちゃん息をしてなかったんだよ。は？よかったら、チャンネル登録とナイスボタン、よろしくお願いします。簡単に例えると、僕と契約して、魔法少女になってほしいんだ。